愛号戦車、愛号戦車、一号戦車、パンズナーキャンプ・フアガニアイは、ドイツ国が第一次世界大戦後、初めて量産した戦車である。訓練及び、生産技術の習得のための軽量、簡易な軽戦車として開発されたが、本来の実戦用戦車である EE 号、4号の数が揃わず、第二次世界大戦開戦直後のポーランド、進行作戦など、 E-5 とと共に実戦に投入された。あとに同じ正式名称で全く別設計の新型 I 号戦車も少数生産された。ベルサイユ条約によって戦車の開発を禁じられていたドイツだが戦艦機、秘密裏に軽トラクター、重トラクターなどの名称で戦車の試作が行われ、ソ連火山の実験場でテストが行われた。しかし、これらはどれも 試作の意見を出なかった。1930年代初め、交通兵艦オズバルト、ルッツ、同兵艦部主席参謀、ハインツ・グレーリアンらによって将来の陸軍機械化構想がまとめられた。この構想では10から15トンの主力戦車、20トン級の支援戦車の2種が戦力の柱と位置づけられていたが、 その開発にはなお長い時間が必要になると予想されたため、それまでのつなぎとして、訓練用、生産技術習得を兼ね、軽戦車の開発が行われることとなった。1932年、開発の参考用として、イギリスのビッカース・アームストロング社より、同社製軽戦車の足回りを持つ、トラクター車台産業が輸入された。クルップ社が同年完成させた。 試作車台は、このイギリス製車両の設計の影響を色濃く、受け継いだものとなった。開発は秘匿のため農業用、トラクター、ドク、ランドワースチャルファトリッカーシュレパー、略号、ラスの偽装名称で開発が続けられた。1934年、上部車体のない訓練用車両に続き、同年7月からは戦闘室、砲塔を持つ戦車型の生産が開始された。 これらは当初、MG パンツァーワーゲン、機関重装甲車と呼ばれたが、再軍備宣言後の1936年4月には、SDKFZ-101 の特殊車両番号とともに、パンズナーキャンプフアガーアイオースフ A、アイゴー戦車、A 型の正式名称が与えられた。生産は、クルップ車のほか、技術習得のために、マン、ダイムラーベンツ、ヘンシェル、 ラインメタルにも振り分けられ、1936年6月までに818両の愛号戦車 A 型が生産された。愛号戦車 A 型は開発メーカーであるクルップ車製トラック用の改良型である空冷水平対向エンジン57馬力を搭載、車体構造は当時の主流であったリベット接合ではなく溶接で組み上げられていた。 MG13 キロ基準を連装で装備する回転砲塔砲は搭載されてないので正確には重砲であるは戦闘室の右寄りに搭載され戦闘室左側に乗員乗降用のハッチを設けてい足回りは参考としたビッカース車線トラクターのリーフスプリングを用いたボギーを踏襲していたが4つの天輪を持つビッカーストラクター最高尾天輪が、 誘導輪を兼ねるに対し、負荷のかかる最前部にコイルスプリングで独立喧嘩した天輪を追加、最後尾の誘導輪を兼ねる天輪は体型化し、さらに二組のボギー外側に補強用のガーダービームを追加した。履帯は高マンガン構成、シングル、ドライピン式、スケルトンタイプで、形状はビッカース射製ほぼそのままのコピーだった。生産された愛合戦車、 A 型は早速部隊配備され、再軍備宣言をした、ナチスドイツの軍事力をアピールする役を果たしたが、運用上では、エンジンの出力不足や、加熱問題、走行安定不良などの問題点が浮上した。これらを解決するため、小型式戦車用に開発された、マイバフ派生エンジンを搭載した、延長車体が、戦車型にも採用されることとなった。延長車体を持つ、 愛号戦車は当初、従来型の 1A ラスクルップ、クルップ型 1A 農業用トラクターに対し、1バイト、ラス名、マイバッハ型1バイト農業用トラクターとの、一区名称が与えられていたが、後に、パンズナーキャンプフアガンアイオースフ B、愛号戦車、B 型の正式名称となった。愛号戦車、B 型は、A 型では設置していた、誘導輪を独立させて持ち上げ、 天輪を一つ、追加、同型の天輪二つずつを、ボギーで支える形式となった。これに伴い、上部天輪も一つ追加された。マイバッハ製水冷エンジン NL38TR100 馬力への変更に伴い、機関室は前後に延長され、形状も変化したが、車体全部、戦闘室、砲塔は極細部の仕様変更を除き、基本的にそのままとされた。 愛合戦車 B 型は A 型の最終シリーズと並行して生産に入り、1935年8月から1937年6月にかけて675両が生産者だ。愛合戦車は本来、訓練と戦車生産技術の習得を目的としたものだったが、その目的のためでさえ小型軽量に過ぎ、時を置かず E 号戦車の開発が行われることと、 なった。再軍備宣言後の軍事パレードや1938年のオーストリア合法で大々的に使用されたほか、1936年以降、実戦評価テストを兼ねて100両がスペイン内戦に送られた。また、より本格的な戦車の数量不足から第二次世界大戦においても特に初戦時に対応された。回戦時には、 ドイツ陸軍の装備する戦車のおよそ半数が愛合戦車によって占められていた。その脆弱さはスペイン内戦で既に露呈しており、初戦時の戦場であれ本格的な戦闘は無理だったが、ポーランド、デンマークノルウェー侵攻、フランス、バルカン半島の戦い、バルバロスサ作戦、北アフリカ戦線などドイツ軍の主だった戦場すべてで使用された。 法を持つ敵戦車や対戦車砲に対抗できず大きな損害を出したが E5 戦車や4号戦車が充足されるまで前線で使われ続けた。後には後方警備や本来の訓練用と弾薬運搬車などの改造車両のベースとなった。改造の際に撤去された柔道は要塞の統治下に流用されている。中華民国に輸出された A 型は 日中戦争の南京防衛戦に使われた。この際、4両が第日本帝国陸軍に露革された。露革された車体は、クルップ系戦車、または、独国1号戦車の名称で、陸軍技術本部に送ら、溶接車体や、駆動部、機関銃の装備状態が調査された後、昭和14年頃に、安国神社で展示された。ただし、ドイツとの国交を考慮して、 ソビエト製の六角戦車として展示された。その後、37mm 砲、形式不明に対する高端性射撃試験の標的に用いられた。また、六角した日本陸軍が運用した記録もある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。